でも今日は今眉毛がね濃いんですよ、諸事情でなのでメイクも濃くしました。そしたらやっぱ劇場とかステージはちょっと声ぐらいがちょうどいいですね。多分客観的に見てないからわかんないけど、ね、美晴の卒業発表めっちゃびっくりした。最初誰か誰の声かわかんなくて、体調悪そうに見えなかった。嬉しい、ありがとう。義経千本桜の DVD 届きました。私も最近見ました、めっちゃ感動した。みんなも見てください。どういった方、みんなどういったかね、そろそろ。めっちゃびっくりした。というかなんか卒業発表普通に毎回びっくりしてるのに知ってたって言われるんだけど、もしさ、私ももしそんなバカじゃないから、もし知ってたらそんなあからさまなことしないですよ女優ですから。そんなねネタバラシみたいなするようなことしないですよ。そう言われちゃうとね、普通に私の印象が悪い、なんかくない？卒業発表私知ってたことない、ほとんど。なんかエゴさんの時もゆずさんの時もなんかあやが涙目だったから今日絶対何かあると思ったみたいな、知らなかったし、知らなかった、知ってたらお見送り出れなくなんないわって感じじゃないそうだよ、ゆずさんの卒業発表の日なんて一緒にドアランのパックしてたんだから、ドアランのパックして遊んでる日に卒業発表すると思わないじゃん。びっくりよ普通に。そうだよ、だからいや普通にねいい歌なんよ未来って。私の目がうるうるってこと、カピじゃないってこと。そう本当にね、なんか自分が悪いのかもしれないけど毎回言われんの卒業発表があるたんびに。私は何も知らずに踊ってるだけなのに。卒業するメンバーからしてもなんかバラしたみたいにさ思われたら嫌じゃないですか。知らなかったわけですけど、だから私は皆さんと全く同じようにお見送りの一列のところでびっくりしてます。今日もびっくりした、めっちゃびっくりした。もうびっくりしすぎて終わった瞬間でも戻ったら同期からめっちゃ LINE 来てた。昨日ちょうど休憩でお仕事だったんですよ、28時間テレビの
あの座談会をねやらせていただけるんですよ。それの収録をしてきました。 VTR の皆さんお楽しみに。今何時だ？46分か。じゃあ11時に終わります。目が。最近なんかあったかな。最近はあのいろんな、なんだろう、最近何してたかな。あ、お花見とか行きました。結構前だけど。でも最近はちょっと体調を崩しているので、今日はいつもの玄関のとこじゃない、玄関ではやったことないですね、ショールーム。そう、うーちゃんがいないから悲しいですよ、最近は。今日のアイメイク可愛いでしょ。これあのマスカラ優香さんに教えてもらった。優香さんもメイクさんに教えてもらったらしいんですけど、それと松葉したばっかだからいい感じです。なるしゃべに出るんですけど、今度メッセージの募集ってもう終わってるかな。終わってなかったらぜひ送ってください。初めておしゃべりします。実は初めて。観覧車へようこそ時代も含めて初めて仕切りな気がする。多分確か、わかんない、違ったらごめんなさい。そうですよ、来週再来週はギフちゃんからのなるしゃべ、1時間ラジオスペシャルですので、岡本彩香ラジオ1時間スペシャルですので、楽しみにスケジュールに入れておいてください。別のも出ますね今度。ギフちゃん来週は何の回だったかな。みんなでやらせてもらって、あやかぴょんとも基本一緒にならないと思ってたんだけど、今回は一緒に出れて嬉しいです。28時間テレビも見てください。私結構稼働してる気がする。結構さ、あのメンバー内でトップぐらいのあれで
稼働してる気がするんだけど。ここには疲れがあった。多いよね。そう、多いんだよね。全部チェックしてください。無事に終わるように。体調にも気をつけて。また何をするのかあまり分かっていないところも多いですけど、よろしくお願いします。今日はハーフツインをしました。久しぶりに。めっちゃさ、ファンのみんなも劇場入れ替わるんですね、企画ごとに。当たった方はよろしくお願いします。そろそろ11時ですか？あ、まだ全然だった。あとなんかある話すこと。あ、舞台、今度、5月6日に、6日って6だよね。ゲストで出させてもらうんですけど、東京で。ぜひ来てください。5月6日の夜です。夜公演、なんと千秋楽。意外と来てくれる人いっぱいいる。嬉しい。ね、元アイドルの方とかも。出演されてて。ちょっと稽古動画も見させてもらったんですけど、めっちゃ面白そうでした。2.5 次元やってみたい。あ、ゆきさんのプロレスがあるの、その日。はしごできそうらしい。じゃあゆきさんのファンの方もぜひ連れてきてください。お昼はゆかぴょんが出ますのでね。そう、ゲスト出演なので、多分ちょっとだけなんだけど、出れるのは。まあ次につながればいいなという思いで来てくれたら嬉しいです。うーちゃんの誕生日の前の日なんだ、5月6日。うーちゃんの誕生日は5月7日です。皆さんぜひ覚えてお祝いしてください。ゆきさんと一緒です。うーちゃん生誕祭、1歳。かわいい。1歳だって。記念すべきだよ。初めての誕生日だよ。盛大にお祝いしなきゃ。まず毎日生きててくれてることがお祝いなんだけど、誕生日は盛大にやらなきゃ。生誕員はもう集まってます。うーちゃん生誕員、生誕員になりたい。じゃあぜひ私の生誕員になってください。
星しか勝たん。ありがとうございます。そろそろ生誕 T シャツのあれが来そう。デザインどんなのにしようかな、なんとなくは決めてるんだけど、楽しみに。最初の生誕祭の手紙は親からだから、私からですよ。うちゃんの生誕祭、生誕委員はルーちゃん、ルーちゃんと、誰だろう、会ったことあるんだ、あゆかぴょんと、あとルーちゃんのママと、ルルちゃんですね。きなちゃんはダメですね、不仲なもんで。ポポさんも不仲、ポポさんは不仲じゃないよ、別に仲良くもないけど不仲でもない。お腹すいた。お腹は空くけどご飯を食べれないのでお腹が空いてます。うーちゃんの生誕グッズ作りたい。2分です。何か最後に伝えたいことはありますか？何かあったかな。寒くないですか？なんか夜寒いよね。でも暖房つけるほどじゃないのかなと思って、もうつけないけど夜寒いよね。今日のハートブレイカーズ上手だった？ありがとうございます。ハートブレイカーズだけはね、うん、特技ですから。ティーン、前髪も伸びました。それではもう11時ということで終わりたいと思います。今日さ、始まって1曲目2曲目ぐらいで自分のサイレンをめっちゃ探したんだけど、本当にその時に1個見つけられなくて、待って、今日誰一人いないかもしれないと思ったら、なんか3曲目ぐらいからめっちゃいて、あれ、なんでさっき見つけられなかったんだろうってなりました。皆さんありがとうございました。それではまた28時間テレビで会いましょう。28時間テレビ見続けるためにも明日はゆっくり休んで早く寝てください。それではおやすみなさーい。